タトラカータトラ KT8D5 タトラ KT8D5 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在した KD タトラが製造した路面電車車両の一つ大量輸送が可能な三車体連接車でチェコスロバキアや北朝鮮など社会主義諸国に導入されたチェコスロバキアの首都プラハを走るプラハ市電には1951年のタトラ T1 以降 地元の KD タトラで製造されたタトラカーと呼ばれる路面電車車両の導入が続いていた。1960年代以降は一両でも運転可能なタトラ T3 の大量導入が実施されたが、1970年代以降は車体形状や制御装置を一新した新型車両が他都市に導入されるようになり、プラハ市電を運営していたプラハ公共交通公社は、 電気子直波制御などの新技術を導入した新機軸の車両を開発するようタトラ国営会社へと依頼した。これを受け、1967年の時点で検討されていた3車体連接車の開発計画を応用する形で設計が行われたのが KT8-D5 である。編成は3つの連接車体で構成され、先頭車体には運転台が設置されているため、 ループ線が存在しない路線、系統でも折り返し運転が可能となっている。また自動連結機が搭載されているため、KT8D5 同士をはじめとする連結運転が可能である。折りと式の乗降扉は、車体両側面に設置され、先頭車体には2箇所、中間車体には1箇所に存在する。車内には、革張りのクロスシートが配置され、 屋根状の暖房ユニットや発電ブレーキからの排熱を利用した温風を車内に送り込むスロットが設置されている一方、冷房は設置されておらず、外部からの換気による温度調節がなされる。2機の主電動機が搭載された動力台車は、歴代のタト,トラカーと同様に、アメリカの PCC カーを由来とした構造が引き続き採用され、車輪は 防振ゴムを挟み騒音や振動を防ぐ男性車輪となっている。運転台からの速度制御についても PCC カーと同様に足踏みペダル式となっている。制御装置は電気子直波制御が用いられる。戦闘車体の屋根上には終電装置に加えて抵抗器や換気装置、暖房ユニットが搭載されている。1984年に2両の試作車が完成し、 プラハ市電で主運転が実施された後、1986年から量産が開始された。導入地域や製造年代によって以下の形式が製造されたが、車体幅が 2480mm と広く取られたことから、プラハ市電など導入にあたって、電停や線形の改良が必要となった地域も存在した。KT8D5、KT8D5 タトラ国営会社で、 製造されたタトラ KT8D5 が導入された都市は以下の通りである。国名や都市名の一部には略称を含む。これらの車両の中で、コシテ市電に導入された40両の内10両は、ミシコルツ市電、4両はピョンヤン市電、3両はシュトラウスベルク鉄道に譲渡されたほか、ミシコルツ市電上は、モスト・リトビーノフ市電からも3両が譲渡されている。 また、モスクワ市電に導入された一両については早期に、ボルコグラードメトロトラムへの譲渡が実施されている。2000年代以降、チェコやスロバキア向けの車両を中心に、チェコのアライアンス TW によって、更新工事が行われており、中間車体を床上高さ 350mm の心臓車体に交換することで車内の20%をバリアフリーに対応した。 低床構造にするほか、外反の薄さが課題となっていた車体の強化、台車や制御装置、暖房装置など主要機器の修繕、車内の改装などが実施されている。さらに運転台についても、機器の更新やスイッチ類の配置見直しに加え、冷房装置の搭載やバックミラーの設置など快適性や安全性の向上がなされている。これらの更新車両は改造内容によって、 以下の形式に分かれる。ありがとうございます。